いやあ、僕は最近全然歯医者に行ってない刹那圭介だよ。歯磨きちゃんとしてるからね。あと歯医者に行くのめんどくさいからね。これどっから？ああ、歯ははめ込む前だった。じゃあそれははめ込まない、いきませんな。ここちゃうし、ここじゃないし、こっちだし危ない。変なところはめ込んだらこの赤い目のやつにちょっと襲われるんじゃないかなって。一回試しにはめ込んでみてもいいんやけどね。問題はここからなんよね。ああ、もうここいいっちゅうに。ここだよ、気になるん。ここ、あっ、わっ、ここ、え、なんかなかったっけ。ああ、漏れなくダメージ食らってるやー、漏れなくダメージ食らってるやー。あかんやろー、なんだあいつら。こっちの攻撃全然当たってないやん。ここだけなんよな。蝶たちは光に反応する。ある一色に関しては、何なんだろうね。ある一色に関しては逃げるのかな。あ、そうか、こいつらどけんかったら次右と左に通路があるけど、そっちに行けんのじゃ。わ、ここで消せるんじゃ。あ、つくんやな、これで。とりあえず一番手前の黄色つけてみよう。お、黄色に行きょんで、ちゃんと黄色に行きょんで。おお、仲良し、みんなで場所分け合いよる。何この音。この音いる？ちょっとへし折った、へし折っちゃったで。何やらかしてくれとんで。てか、こっち行けんのかい。それちょっとおかしいない？え、こっち道ないん？あるような感じを見せて。なんだこれ、なんだこれ。え、これ全部へし折っていくパターンのやつなんかな。もう一回黄色押したらこんな動いて。何これわからんな。別の押してみよう。赤、おいの方来てますぜ、おいの方来てますぜ。ああ、ちゃんと赤の方いけるわ。で、バリ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 ボキ。何なんだろうこれ。あのモンスターに噛みつかれたら終わりだな。だから前回逃げきれんかった。何なんだろう。あと他のもやっとこう。あの一色だけなんか違うみたいなこと言おったけど、青は？若干音違うような気がするけど、気のせいかな。折れた！もう例外なく折ったよ。何なんだろう。ラスト、紫。なんで紫は近づこうとせんねん。襲ってくるねん。どういうことや。むしろ修正がわからんわ、僕には。ゲームオーバー。あとは問題はこの後なんよね。紫だけ残ったよ、そりゃ。紫だけね。噛み砕かれたから何なのって話ですよね。出てきますね。あれ？ああ、びっくりした。なんか敵消えたもん、ここの敵。倒してないのに消えたもん。ちょっとびっくりする。ここ違うって。ここ時間かかるから。あー、それちょっとわかんのちゃいます。どうすればいいんだろう、これ。詰んだかな？これで赤押したりしたらどうなるん？あ、もう、まだついていくんじゃ。まだ行ってくれるんだよ、これ。壊れたにもかかわらず、行くんじゃな、これ。何しょんだろう。その間。一応、ツイート扱いな、これ。わからんな。この先に何かあるわけでもなしに。何がしたいんだろう、あれ。あれ、何がしたいんだろう。
わからないよ。さてこいつに左から2番目を刺したろ。これぐらいしかちょっと今のところ心当たりないんよな。頑張って頑張って、ケンちゃん押してくれよ。頑張って力強く押してくれよ。それに応えてやらんかったらあかんでしょうが。特に変わってないね。あーあ、よう見たらこれアイテムだった。よう見たらこれアイテムだった。騙された。若干これの先っぽかと思った。騙されたわ。やられた。俺めちゃくちゃ無駄なことしちゃった。歯はもうわかる、どこに置けばいい的な。7番か。了解しました。で持ち手の赤い可愛らしい鍵。まだ鍵しまっとったところなんかあったかな。あ、ここやな。了解。あとはめ込むは後でいいや。あ、でもやっとこうか。ちゃんとはめ込んどかな。なちょっと虫歯を早めに治療してあげな。なこれらな。よっしゃ、はまらない。形は合っているのにおかしいな。色が悪いからか。なんか書いとったな、そういや説明文に。なんか虫歯がめちゃくちゃついとる的な感じ。場所は合っとるのに、まさかあの治療してもらうんはこっちの歯だったりするんかな。どうなんだろう。一応セーブしておきます。セーブちゃんとしない人いつ死ぬかわからんからな。歯の治療だけで死んだからな俺は。前のパートあたりで。なんだこれ、また同じのが出てきた。なんこれ、一つ一つやっていいかなあかんな。これはごめんな君。これはケンちゃんの弟のトシちゃんかな。押したから何が起こったかっつうのが問題点。はて何が起こったんでしょう。だってこっちのケンちゃんの方も何が起こったか分かってないもん。ケンちゃん、トシちゃん、兄弟揃って何が言うんだろうね。これ全部、さっき全部押したろか。押させたのか。来てこい、トシちゃん。兄貴に負けるな。なんやろ。全然わからん。何がかわいいのこれ。いち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 押させようけどさ。そろそろ敵でできそうだな。てかこれ押したっきり赤ってことやな。これ一回押したら全部押した。じゃあラスト1個。これ押す順番が違ったらまた反発して戻っ、なんか押してない状態に戻ってくるとか、そういうんじゃないだろうな。どうなんだろう。どうぞ。あー全部押したらちゃんと歯出てきてくれた。やったぜ。え、そんな、なしです。うわーお。え、トシちゃん、お前戦う気か、お前、トシちゃん。トシちゃん、やるんかい、トシちゃん。カモン、トシちゃん、来て、あれ、当たってない。当たってないで。あ、トシちゃん、お前、ダメージは側面とかそういうの、指が一本、えらいことになってる、色が。ここだ、絶対弱点それだ。くらえ。あー当たってない。これいいんかな。おあ、あれトシちゃん、トシちゃん多分戦うんだろうけど、あダメージ当たったわ今。よっしゃー、ここじゃはめろ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 。トシちゃん、トシちゃん襲ってくるんだったら俺容赦せんよ。それにしても強いね。作業です。
もうこうなったら作業倒した。やったぜ。どういうことだい、トシちゃん。トシちゃん、君は僕に何をさせようと言うんだい。トシちゃん。あ、アイドアイドアイド。びっくりしたね。積んだかと思った。鍵手に入れたね。まずセーブしとこ。ちょっとセーブしとかな、ちょっと怖い。いや、はめ込むんが正解って分かっとるけどさ、はめ込んだ瞬間何か起こるかもしれませんやん。怖いんですわ。このゲームちょっと不意打ちとかありますからね。どっちだったっけ、下とかあるけん、もう分かっとんやけどね。オッケー。もう心当たりとしてはあるしかないんで、多分これを、あの、最後の一本を治療してもらう的な感じないかな。直して。ああ、やった。ちょっと、いいえ、ちょっと、試しにいいえ押してみてる。やったぜ。自分の歯を治療させたらあかんのじゃ。なあ、サトシ。さっき取ったアイテム置いてみないか。アイテム？ウェアゴを右側、第2、だってけや、めんどくさい。読むのめんどくさい。あれなんか黒くなってたし、もしかしたら治療してくれるかなってな。確かに、やってみよう。乗せる。頼みまーす。誰だい。助かります。お大事に。ありがとうございます。助かります。治療され、綺麗になった。やったぜ。料金をお支払いください。寿命5年分。運営の野郎、こういうこっすい手を使いってきやがったよ。払うかボケ、払わんわボケ。あ、なんか来よる。おい、払わんちゅんだろ、払わんちゅんだろ、こら払わんちゅんだろ、こら払わんちゅんだろ。あ、養育のみんなはちゃんと料金を払ってね。払わんでもよかった。戦闘1回分だったね。あー、払わんかったけん、みんな掃除係がめっちゃ怒ってる。まあいいや。さっきはめ込んでセーブしようか。あ、でも怖いな。あと時間なんだよな。というわけで、まあ時間なんで、この最後のはめ込むんは次回のパートで。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。仕上げ。やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、刹那健介の動画を見よう。刹那健介の動画は俺のことをクリックしてるアカウントに飛べるぜ。俺の気持ちがスパーキー。